こんにちは。世界の名作文学を5分で語る、時には10分くらいかかってしまうという気楽なコンセプトで、世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。面白かったと思ってもらえたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この間から初めて YouTube の編集が普通にできるようになりました。前はパソコンで編集をしていてですね、ちょっといろんなソフトがあってうまくいかずにですね、断念していたんですけど、スマホで編集ができるということを知ってですね、スマホで編集を始めました。今までは Zoom で一人会議を作って、それを録画してそれを YouTube に上げてたんですけど、まあ YouTube、Zoom のいいところは資料とかがあった時に資料を見てもらいながら話すことができるっていうのと、まあ、使い慣れているっていうこともあったんですけど、まあ、資料がなければですね、スマホで喋ればいいんだというですね。そしてスマホの YouTube の編集機能ってこんなに簡単だったのかってね、思いました。はい、余談ですけど、今回はですね、この昔ですね、朝日新聞が出した、世界名作の旅というですね、こんな本がありまして、これについて話をしてみたいと思います。私が持っている本は大半がカバーがないんですけど、娘が赤ちゃんから2歳になる2年間の間にですね、すべてのカバーを剥いで遊んでしまって、本にカバーがついていません。はい、ということで、この朝日新聞が作った世界名作の旅っていうアンソロジーはですね、とってもいい本なんですよ。こんないい仕事をしてたのかみたいなね、朝日新聞さん頑張ってますね。で、このね、名作の上下があるんですけど、この上の最初、誰が出てくるかっていうと、カミューの異邦人から始まるんですね。で、これ何を書いてるかって言ったら、名作の旅っていうだけあってですね、この異邦人の舞台になったところ、それがですね、どんなところかとかですね、こんな風にですね、地図を出して、それについてね、語って、そして作品の紹介もするというね、これを見るとなんかね、100分で名著なんかありましたよね、10分で名著みたいな、私は世界の名作を5分で語ると同じような感じで、世界の名作を5分で書いてるみたいな素晴らしい本ですね。これを朗読すればよかったかなみたいな感じですけどね。そして2番目にホメロスの、こうスマホでやってると視線が難しいんですよ。ここを見ないといけないですね。ホメロスのイリアスとオデュッセイアっていうのをね、こうギリシャでどこら辺をホメロスが行ったとかね、こんなことを説明してくれて面白いんですよね。ホメロスについてはですね、また別のところで別の動画で語りました。でもそう最近思ったんですけど、最初の頃もう喋るだけ喋って適当に終わってるやつをですね、もう一回喋り直して編集付きで、再度ご提供するとですね、結構世界文学だから分かりにくい話もベラ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 喋って終わってしまってるんで、一回全部やり直すと、特に用意しないであと100回は喋れるなってね、編集という新しい趣味ができたみたいな感じですけど、それから次がメリメのカルメンとかね、あります。誰を紹介しているかというと、全体を読むとですね、メリメのカルメン、ね、カルメンってオペラになっているカルメンですね。それからドステオスキーの罪と罰、はい、でアンデルセンのアンデルセン童話集、はい、そしてマイヤーフェルスター、ご存知でしょうか、アルト・ハイデルベルク知ってる人っていうことですね。僕の世代ね、1960年代ぐらいに、そうですね、50年代60年代に生まれた人たちはアルト・ハイデルベルクって大抵知ってるんですよ。でも僕の娘や息子は知らない方ですね。そしてアルト・ハイデルベルクを僕が持ってた、文庫本を読んだ娘が面白いじゃんって言ってましたけど、なんで知らないんでしょうね。昔は当たり前のようにアルト・ハイデルベルクってみんな知ってましたよ。タイトルぐらいはね。いつの間にかね、マイナーな存在になってしまいましたけど、本当短いです。100ページぐらいなんですよ。100ページぐらいで、ハイデルベルクっていうドイツの都市を土台にしてですね、王子様だったかな、なんか要は、こう悲しい恋だったかな、最後丸く収まったのかな、忘れましたけど恋愛ものです。で、
なぜかね、そういうあれですね。それから、セルバンテス・ドン・キホーテ、まあ、これはね、あれですね。で、チェーホフ、アントン・チェーホフのシベリアの旅。チェーホフはシベリア旅行をしてですね、確かカラフトにも行ってですね、それの旅行記を書いてるんですね。まあ、ゲーテのイタリア気候に匹敵する素晴らしい気候記って、私は勝手に言ってますけど、まあね、当時の帝政ロシアのシベリアって言ったらもうひどいところだったんですけどね、どんなんなんでしょうね。で、それからアラビアン・ナイト。3、テグジュペリ、テグジュペリ、夜間飛行、夜間飛行なんですね。で、まあ、いっぱいあるんですよ。ヘミングウェイ、キリマンジョロの雪、ゴーゴリ、街灯、マルロー、希望、ヘッセ、車輪の下、モーム、雨、マルタン・デュガール、チボー家の人々、トルストイ、アンナ・カレニーナ、こう私の世界の名作文学を5分で語るでね、そのよく考えたら、これそのまんま、これをベースに喋ってればよかったなってね、今思いつきました。残念だったな、みたいな感じですけどね。それから、面白いところでいくとですね、ソトーバの石壁の部、ソトーバって、有名な中国の詩人です、石壁の戦いの石壁ですね、これは今、中国の三峡ダムのせいで沈んでしまっているんですよね。で、このソトーバっていうのは、有名なね、忘れましたね、誰でも日本人だったら誰でも知ってる有名な漢詩があるんですよ。春望じゃないな、忘れましたけど有名です。下に書いておきます。あとイプセン人形の家、ダンテ新曲、スタインベック怒りの葡萄、モンテーニュエッセー、コローディピノッキオ、ね、そうそう、ジード田園交響曲、交響楽、うんね、狭き門でもなく地の糧でもなく田園交響楽を選んでるというね、この意図は何だったんでしょうね。昔読んだんですけども忘れますよね、昔のことですからね。なんかよくわかんないですけど、ここら辺で起こってここら辺を舞台に書いてますというふうにね、書いてます。面白いでしょ、面白いでしょね。で、ここにさらに今のは上巻なんで、下巻もあるわけですよ。ちょっとざっと言うと、レマルク凱旋門、エミリー・ブロンテ嵐が丘、ロジン亜久聖伝、ドライサーアメリカの悲劇、これ映画にありましたね。アメリカの悲劇って、別に殺したわけでもないのに映画の中ではですね、妊娠した、ね、彼女がこう、ね、出世のために金持ちの女と結婚することになって、妊娠した彼女をボートに乗せて、偶然死んでしまうんですけどね、事故で死んでしまうんですけど、映画の中では。でもまあ殺人犯として捕まるっていうね、かわいそうでしたね。それからショーロフ、静かなドン、これがね、辻邦夫は大絶賛するんですけどね、長い小説が好きな僕もさすがに静かなドンは読めなかったですね。静かな小説なんですよみたいな。ラックスネス、独立の民、知らないですね。ジュリアン・グリーンだったかな、第3のところ、これは映画にもなりましたね。それからジャン・ジャック・ルソーの告白、これは赤裸々な告白です。アンネ・フランク、アンネの日記、アンネの日記っていうのは文学的価値があるかって言ったらありません。それはさすがにね、14、15歳の女の子が書いた文章が天才的な文章であるわけはない。しかし僕には一つ思うことがあって、どこでどんな人がどんな立場の人が書いたかによって価値が上がる文章っていうのがあるんですね。例えばマルクス・アウレリウスというローマ皇帝が書いた自省録、自分の反省の録って書きますね。これは日常生活を送ったり、こう何かを何事かをなす人たちの真言集のようなことで書いてるわけなんですけど、ローマ皇帝がこれを書いているということで箔がつくわけですね。あれを僕が書いてもですね、あの内容を書こうと思えば書けるけど、古翔さんが書いたって言っても誰も見向きもしないですね。ローマ皇帝が書いたから箔がついて迫力があるわけですね。なるほど、この人こうやってローマ皇帝の仕事をやってたのかって言ったらね、迫力があるわけですよ。あるいは医者が書いたこう、ね、患者さんのこう記録とかね、国際国境なき医師団の人たちがですね、戦地で治療した記録とかがあったらやっぱりすごいわけですね。そこに文章を上手い人とかあんまり関係ないわけですよ。で、アンネ・フランクさんも、ね、最後、米軍が解放する2週間前にね、残念ながら亡くなってしまったというね、もう悲惨なあれなんですけど、彼女がユダヤ人の少女で、オランダに逃げて、そしてかくまわれながら生きていたその生活をわずか15歳の少女が克明に記録したっていうことはね、やっぱり人類のもう絶対に忘れてはならない記録ということでですね、それで価値があるわけですね。だからこういう読み物っていうのはちょっとね、文学を超えたまた読み物、まああれですけど、聞け和田摘みの声というね、特攻隊に行った日本の若者たちの最後の言葉
なんかもですね、あれは読めば必ず涙が出てしまいますけど、あれはそういう状況にいる若者が書いたということでですね、だから文学と別に人の心を完全に揺さぶる文章というものがですね、人類が持っているということですね。それからゴッホの手紙、これはですね、ゴッホの手紙ってゴッホが手紙を書いたから、まあ有名な画家だから手紙読むんだなって思うかもしれないけど、ちょっと違うんですよ。モーツァルトの手紙っていうのとゴッホの手紙っていうのは意味が違うんですよ。モーツァルトの手紙はまさに我々が普通に思うイメージ通り有名な音楽家が書いた手紙だってことで価値があるわけなんですけど、まあ、さっきのアンネ・フランクさんにちょっと似てるんですけどね、意味合いとしたら。でもゴッホの手紙っていうのはですね、ゴッホって手紙をいつ書いてたかっていうとですね、絵を描くでしょ。絵をね、ある日突然俺は画家になるって誰も認めてないのにプロの画家だと自称してブワーッと描くんですよ、ゴッホは絵を。でブワーッと描いて、もう蒸気機関車のように描いたって小林秀夫が言うんですけど、ブワーッと描いてるでしょ。で描いてカンバスの油絵の絵の具が乾く間、このブワーッと手紙を描きまくるんですよ。で絵を描きまくり手紙を描きまくり、これをやってたんで、ゴッホの手紙っていうのは芸術の一つなんですね。まあそういう意味でね、ゴッホの手紙を読んだ小林秀夫は大感動したと書いてましたね。はい、ハイネ歌の本、カフカ城、デュマ、モンテクリスト博、グルム兄弟、ヘンゼルとグレーテル、パールバック大地、トーマスマンマナヤマ、バルザック谷間の入り、メーリケ旅の日のモーツァルト、スタンダール赤と黒、結構ほとんど僕はやってますね、フランクリン、フランクリン辞典、ラーゲルレーフ、これだけ言って分かった人は素晴らしいです。ラーゲルレーフ、ニルスの不思議な旅ね、誰でも知ってるニルスの不思議な旅ですよ、素晴らしいですね。モーパッサン女の一生、ハドソン緑のこと知らない、オーヘンリー最後の一行一葉、オーヘンリー素晴らしいですよね。オーヘンリーの小説って読めば必ず感動する、あれは何なんでしょうね、素晴らしいですよね。銀行員やってて、なんか横領がバレたかなんかで牢屋に入れられてですね、で暇だからってんで、小説書いたら、出国した後それを書いたらね、大作家になってしまったって。僕は特に賢者の贈り物ね、あれは素晴らしいですよね、賢者の贈り物、というようなことですね。それから道デーの風車小屋だよりね、月曜物語と一緒に紹介しました。アリストパネス女の平和、これはギリシャは悲劇のギリシャ悲劇ってね、四大悲劇詩人とかありますけど、アリストパネスさんはギリシャ悲劇なんですね、面白いらしいですよ、読んだことないんですけどね。それからヒルトンのチップス先生さようなら、これ面白いんですよ。これもね、アルト・ハイデルベルクのように100ページぐらいの小さい本なんですけど、感動します。で映画にもなりましたね、チップス先生さようなら、これは素晴らしいですよ。僕はヒルトンという名前が好きでね、偶然手に取ったんです。なぜヒルトンが好きかって言ったら、昔ヤクルトスワローズが昭和53年に初優勝した時の一番バッターの助っ人がヒルトンって言ってですね、もう少しで首位打者取りそうになったんですけどね。でも日本シリーズ第5戦で、第5戦9回表ツーアウトランナー1塁から逆転ツーランホームランを打ってですね、学校休んで見てましてやったーと思いましたよね。ヤクルトファンです。はい、あと屈原って中国のね、苦しそうな詩人ですね。レールモントフ現代の英雄、これはね持ってるけど読んでないです。プーシキンと一緒にセットになってね、レールモントフはよくありますけど、これがプーシキンとレールモントフが一緒に入っているロシア文学全集第何巻かのあれなんですけど、このね、この本の3分の1ぐらいが現代の英雄っていう本ですね。はい、それからマロ家なき子、これは本よりもですね、さだまさしが主題歌を送った日曜ファミリー劇場、夜の7時半からやってましたね、さだまさしが歌ったのはあれですね、黒の兄弟でしたね。家なき子は有名ありましたね、漫画でね、漫画好きでしたね。それからディッケンズ二度物語、モンゴメリー赤毛のワン、シェイクスピアハムレット、フローベルボバリー夫人、シュピーリで分かる人ってね、シュピーリはアルプスの少女ハイジでしたね。アルプスの少女ハイジも本もいいんですけど、昔やってましたね、漫画でね。あれをですね、再放送の時に娘が生まれたばっかりで、娘のためにですね、全部毎日、昔はビデオだったけどビデオデッキにビデオ入れて毎日30分きっちり全巻撮りましたね。あれは今どこにあるんだろうみたいな感じですけど、アルプスの少女ハイジです。それからウォルター・スコットのアイヴァンホーを、ケニルワースの城とアイヴァンホーと思ってましたけど、アイヴァンホーは古本屋に売りました。
はい、で、ウィリアムズ欲望という名の電車ということで、素晴らしいですね。久しぶりに中を見たら、今僕がやってるあの世界の名作文学を5分で語るほとんどこの7割方ぐらいを喋りましたけど、これを見ながら、言わなきゃよかったですね。こんな本の存在を知ってる人は世の中にほとんどいないから、この本をそのまま読んでたって誰もわからなかったなみたいな感じですけど、こんな風にですね、世界文学は豊穣で豊かです、はい、でこの中でなかったのがウォルト・ホイットマンの草の葉ですね、草の葉っていうのは素晴らしい詩集なんですけど、まあ、一般的にね見向きもされません。あの一個一個が長くて、世界万歳なんていう詩を全部通読しようと思ったら詩なのに20分ぐらいかかりますからね。詩を20分通読するって普通の人はやらないんでね、でも詩を20分読んだら楽しいですね、はい、ということで、今日は、朝日新聞が編集した世界名作の旅の中身を、中身というかタイトル紹介しながら言いたい放題言っただけでしたけど、まあ、こんなものでした。ちなみに今私のなんかこの部屋ね、今西日で向こうから日が差してるんですけど、なんかゴッホが差してるようになんかね、こうか私がカメラみたいななんか一人で盛り上がってますけどね、そんな感じの光がついてなんか素晴らしいですね。宇宙人かみたいな感じですけど、宇宙から世界文学について語りました。ということで今日はあと、すいません、本が後ろにあるとあれですね、簡単にあれなんで、今日はですね、三好達治夜の停車駅2021は三好達治の、まあ、あっという間に終わるんで短いですけど、三好達治詩集の最初の詩として有名な詩なんですね、2行なんですよ。あの太郎二郎以外にも2行があって、春の岬って言うんですけどね、春の岬三好達治、春の岬、旅の終わりのカモメドリ、浮きつつ遠くなりに行けるかも、はい、まるで短歌のような詩ですけどね、この情景がくっきりと浮かび上がってきますね、素晴らしいあれです。でもまあちょっと短すぎるんでもう一個だけ読みます。村、恐怖に住んだその目をパッチリと見開いたまま、もう鹿は死んでいた。無口な理屈っぽい青年のような顔をして、小引き小屋の軒で夕暮れのぬか網に濡れていた。その鹿を犬が噛み殺したのだ。愛を含んだ薄墨色の毛並みの大腿骨のあたりの傷が椿の花よりも赤い。ステッキのような足を伸ばして尻のあたりのポッと白い毛が水を含んで恥じらっていた。どこからかネギの香りが一筋に流れていた。三つ股の花が咲き、小屋の水車が大きく回っていた。はい、ということで今日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。